そんな暑くないけど。え、そう、お弁当出たよ。なんかお昼はハンバーグ食べて、夜はチキン生だった。お昼なんか何種類かあって、何があったかな、魚とどういうやつか忘れてたけど、魚なんか魚のやつと、魚と鶏肉と、なんかチキン、なんかどういうのか忘れちゃったハンバーグがあって、ハンバーグにした。今から20時まで配信しない、10時かな、10時ぐらい、10時にメール送りたいから、10時に終わりたいから、メール来るから、そうだな、9時55分になったら気分かな、1時間中ぐらい。いや、ハンバーグじゃない、あのチキン南蛮を作るの。ハンバーグじゃなくてチキン南蛮。夜、お昼はどうのか知らない、あれ。魚食べるけど、でもね、あんま選ばない。どういうのかによる、その魚がどういうのかによる。はね、なんかね、チキン南蛮が、チキン南蛮が2種類と、なんかシューマイの弁当、塚田農場か分かんないけど、でもぽかった、塚田農場ぽかった、分かんないけど、初めて見たあの弁当、シューマイみたいなお弁当あって、チキン南蛮食べたかったから、なんかね、チキン南蛮だけと、チキン南蛮と、なんだったっけあれ、魚入ったやつあったんだけど、でもチキン南蛮食べたかったから、両方入ってるんだけどさ、両方、何、チキン南蛮と魚両方入ってる方は、その分さ、チキン南蛮の量がちょっと少ないわけだから、チキン南蛮が食べたかったから、チキン南蛮だけのお弁当にした。それにさ、白身魚のフラ、あ、そうだったの、全然見てないから分かんないよ。チキン南蛮だけでいいやと思って、シミ魚のフライだったらそっちでも買ったかもシミ魚のフライ好き、まあいいや。つかない、いつかさ、お店行ってみたいんだよね。なんかあるよね、居酒屋さん、なんかあるよね、いつか行ってみたい。聞いたことあるお店あるって、予約屋さんじゃなくて普通にご飯屋さん、居酒屋さんかわかんないけど、塚田農場のお店行ってみたいんだよな。居酒屋さん、居酒屋さんなんだ、行ってみたい、いつか年賀されない、年賀されても大丈夫だよ、だって普通に二十歳だし、20超えてるから大丈夫だよ。お店によってだけどね、その二十歳未満入れないところとかあるけど、普通にでも入れるところもあるじゃん。居酒屋さん行ったことあるけど、お酒飲めるようになって、家族と行った、家族全員と、普通に全員飲んだわけじゃないよ、もちろん私とお母さんしか飲んでないけど、飲める人がいないから2人しか、
さん飲まない。お父さん飲めない。お酒ダメなんだよな、お父さん。妹飲むわけないじゃん。私で二十歳だよ。妹飲めないですよ。高校生だな。やばいでしょ。飲んでさ、飲める人は私とお母さんしかいない。私もそんな飲めるわけじゃないけど、お父さん全く飲めないからね。双子の妹そんなのいないですけど、双子じゃないんですよ私。お母さんお酒好き。お酒好き、いやわかんない。で私よりか飲める。私飲んでるけど、でもめっちゃ強いわけではない。普通ぐらいって言ってた。わかんないけど、お父さんも全く飲めないから強く見えがちだけど、お酒お母さんでも普通ぐらいって言ってた。わかんないよ、まあお酒強いとか基準わかんないから。酒屋さん行きたいな、塚田農場の。豊さんいつも家族と2回しかない。家族でご飯行くってなって2回、あのお酒で飲めるようになってから、そのお酒飲んだことあるのね、外で2回ぐらい家族と行ったやつぐらいかな。それ以外で家族以外と飲んだことないかも。お家で何回か飲んだりはあるけど、でも家族とだし、お友達と飲みたいとかないもんね。ご飯行って飲んでみたいな、ないから。こいつに有名なお酒、うん、いちこ追わないだっけ、それき全く飲んでないよ、お酒。そこまで分かんないやつあんま好きじゃないからな。なんか美味しそうって思ってもなんか買わないようにしてるえ、なんだろう、アルコールの味がそんな好きじゃない缶のやつ何かあったけど、こう商品の名前的に美味しそうだけど、でも缶のやつだからなと思って、私あんま好きじゃなさそうだなと思って缶ね、アルコールの後味があんま好きじゃなさそうだなって、買わなかった。なんかキウイのやつ、キウイ好きなんだよね。キウイのお酒、キウイ好きだから美味しそうだなと思ったけど、でも缶のやつあんま好きじゃなくて買わないのか。キュウリじゃない、キウイ、キウイ、フルーツ好きなの見つかる。いやね、いや缶のやつがそんな好きじゃない。なんていうの、そのお店で飲むやつはそこまで、あれはアルコールの後味、あ感じるのは感じるけど、その後味を、でも缶よりかはしない。ここまでなんだよな。だからそれ飲むよりか普通のジュースの方がいいって感じ。わかんのやつだったら、あんま後味が好きじゃなかった。お店のはね、そんなもんなかったけど、お店で飲んだこと、まあ、あんまないけど。瓶のやつあんま飲んだことないんだよな、あんまり。もうないんだよな。なんか居酒屋さんもさ、お酒飲めるようになってお酒飲んだことあるの2回しかないからね。
酒屋さんって外でお酒飲んだから、いやもう分かんないけど行かないか。え、炭酸好きだよ。炭酸ダメだったらもうエナドリも飲めないよ。エナジードリンク好きだもん。で久しぶりに飲むとさ結構あってなるけど、炭酸でも好きだよ普段そんなジュース飲まないから、久しぶりに飲むとねおうってなるけど美味しいよね。炭酸は好き、ただの炭酸、炭酸水飲んだことあるかな、ちょっとこの炭酸水でも買わない、飲んだことあるような気がする。なんかに苦いよね炭酸水って、なんか味が分かるが、多分飲んだことあるんだろうな炭酸水。マリさんの中学校レッスン早く行っててやるいやあれがいつも通りだからな、私の今日も仕事の30分前に着いた、ちょっと早く着きすぎちゃった、30分前余裕で一番だったでしょ、朝早かった、朝早かったっていうか、そう朝だったからさ乗ったのが電車、なんかこうみんなが乗るタイミングラッシュにこうなんていうのラッシュにの時間かなと思ってちょっと早いので行った、30分前に着いた集合の早すぎて鍵閉まって、鍵閉まってる、鍵閉まってるとかないけど、なんか早すぎてその集合場所のマネージャーさんと合流とか、早すぎてちょっと早く来すぎちゃってマネージャーさんまだ来てないとか、あとは車両まだついてないとかたまにある何か人、いやなんかね、これ電車でさいつも調べてるアプリがあるんだけど、でもそれになんか混雑予想みたいなのが出ててさ、あんま見ないんだけど、それなんか乗っててなんか混むかもみたいなだからちょっと早めのやつで行ったんだよね。あんま見ない、なんかその混雑のやつ、もうなんか乗ってて昨日それが、何時まで、10時になったら切ろうかなって感じだから、ランキング21時55分ぐらいに読んで10時から、メール送りたいか、そんな感じです。うん、考えたらバス停に30分前に、バス停に30分前に行く？どういうこと？え、デスパさんシアロ入ったの？え、全然知らない、え、なんかさ、なんか、え、すごい、え、シアロ入ったのは知らなかったんだけど、ツイッターでなんか見てたらさなんか、え、なんていうの、ジェスパーさんなんかなんて書いてたかな、なんか見たんだよね、でも知らん、入ったの知らん、え、入ったの、え、その
今日あれだよね、 CR フェスなんだっけ、あイベントやってるよね、見たよ、すごかった、楽しそうだった。なんか食べ物とかもさ、その所属してる方のなんかストリーマーさんとかの選手とかコラボのフードとかがいっぱいあったりとか、ドリンクとか食べ物可愛かった美味しそうだったシロコ小説という加入動画ある？後で見てみるわ。今日なんかやってたよね。いやなんかさ、そう CR のさイベントなのにさ、クイジラくんの、いやジャスパーさん出るんだって思ってたそういうことなんだ。出るんだって思ってた。そうなんか出演者の見て、出演する方見てさ、他にもいたっけ？シアル所属じゃないか、わかんない。ちゃんと覚えてない。やっぱやってない、ずっと。ちょっとね、理由がない。ずみ口にいた。あ、そう。そうね。それで、え、なんでだろうって思ってたの。クジラくん所属じゃないのに、え、なんでいるんだろうって思ってた。グッズとかさ、そのフードメニューとか、それさこう販売されるやつに全部いて、今日出るのも、え、なんでんだろうって。そういうことなんだ、だからか。すごいね。シルバーすごい、シルバーすごくないよ、シルバー誰でもいけるよ誰でもいけるよ、シルバーなんてやればついんだな。やっぱりやりたいけど、コンサートあったらしようかな。ちょっと練習しなきゃまずいね。ゴールドタイムすごくないよ。どっからがすごいんだろうね。すごくないっていうか、ゴールドタイムわかんない、今のちょっと今の環境がわかんないからあれだけど、ランクやってないから。ゴールドタイムもね、めちゃくちゃなんていうの、その強いって言われるあのなんていうの、ランク帯ではない違う、ダイヤとかプラチナまでもすごい、ゴールドの一個上のところ、プラチナとかからすごいんじゃないかな、わかんないまだユキのランクいっぱいしたいけど、今なんかランクもできない環境なの、わかんない、最近なんかやってないからか、あんまなんか見ない、やってる人ずっとね、パソコン起動すらしてないやりたいけど、ゲーム付けてすらないよ。やっぱりだからアップで多分最初しないといけないわ、やってないいつ起動する？コンサート終わったの？いや、コンサート終わったでしょ。
があるとき。ちょっと練習しなきゃいけないからできない。朝にも髪色いい感じに茶色いな今。ちょっと明るい、わかる？前よりちょっと明るくね、したん。いい感じ。明るすぎないし、明るすぎなくって暗すぎないみたいな。なんていうの？そういう感じ。いい感じ。ハイトーン、ハイトーンか、わかんない、いつかするかな。それ気になったらしょ。ハイトーン、うん、ダメージが怖いんだよね。ハイトーン、なんかこれはね、なんとなくね、ちょっとだけ明るくしたかったから、ちょっとだけ明るくしたんだよね。ちょっとだけね。めちゃ明るくしたいって感じなの。ちょっとだけ明るくした。うん、本当に美容院に行くのに1時間前かとかに、ちょっとだけ明るくしようかなと思って、ちょっとだけ、本当にちょっとだけど、めっちゃ明るくしたわけじゃないか。そんな変わんないけど。いや、早めに終わった。あ、終わる時間は今日は早かったかも。え、巻いてはないけど。そう、元々はなんていうの、終わる時間が早かった、スケジュール的に。泣いてはない、むしろ逆ではあるけど。むしろ。ちょっとだけ明るくないって、その、いや、画像見せた、こんな感じでみたいな、今よりちょっと明るくで、こんな感じ、今よりってそのいつも言ってるところだから、いつも染めるのよりかはちょっと明るくでこんな感じでみたいな感じで写真見せて、やってまった。写真見せる、いつもそっちの方が伝わりやすいじゃん、イメージ。なんか写真難しいよね、こう言葉やつ。誰の写真、全然知らない人の写真、普通にインスタで調べて髪色どういうのしたいか調べて出てきた全然知らない人の写真。そう、なんか美容師さんとかのさ、アカウントが載せてるようなさ、こう髪色を載せてる写真、なんていうの、わかる、美容師さんとかのインスタのをスクショしてそれ見せて。どう、全然知らない人。最近髪色変えた、うん、ほんのちょっとだけね、ツートーン、わかんないよね、ツートーンって言っても私もわかんない、ちょっとだけ明るくした。でも元がさ色落ちしてたからさ、あんまわかんないかも、あんま変わんないかも。根元がちょっと明るくなったからこれ。ここら辺はあんま変わんないかもしれない。いつも染めてもらうというよりかはちょっとだけ明るくしただけ。まあまあ暗めではあるけど、ちょっと明るくしたぐらいとか。ド派手に明るく、ド派手に手紙、いや今はねそんなしたいと思うんだな、いつかしたいって思った時に、思った日が来ればやろうかな。
かんないいつかしたいと思った思う日が来ればやってみるかもしれない来ればね、わかんないけどピンクはね、もう結構1年ぐらいやってて一旦いいかなと思って暗くしたんだよね、飽きちゃって。今ね、そんなハイトーンそこまで。ミルクティーみたいな色可愛いけど、でも今したいかって言われたら、うーん、別にいいかなって感じそんな感じなんだよね。うん、もしそれ今したいって思う日が来たらやってみるかなそのなんか明るい色したいって思う日が来たら。メロは一旦は買えないから、同じぐらいで。あれ、多分ピンクにした。ずっと前からピンクにしてたよ。1年ぐらいやってもピンク。関係ないですね、全然。去年の3月ぐらいが一番来る。去年ちょっと覚えてないな、まあ。あ、でも確かに去年の3月が一番ピンク入ってた時期かな、わかんない。でも去年のね、去年キスバイトのこうなんかビジュアル撮影した時が一番ピンクだったの、一番色が入ってた時期で確か。そう、ピンクってめっちゃ色落ちしやすくってさ、早くって色落ちが、すぐ色落ちして明るめ、結構明るい茶髪みたいになっちゃうのね。そう、ピンクすぐ抜けちゃうから色が。シャンプーとかしたらもうすぐピンク抜けちゃうからね。なんか落ちたらね結構明るくなっちゃう、そう、明るい茶髪みたいな。紫散布してなかったんだよね、持ってない。ブリッジしたことないんですよ、今まで。でもピンクしたかったから、その時は。でもブリーチはしたくなかったから、もうずっとピンクを入れてあのちょっとずつ明るくしていってたブリチンしたくないからなんか痛むの怖くて。でもめっちゃ色落ち早かった、すぐ落ちちゃって、はい、そう茶髪みたいになってちゃう。そう、ピンクの色落ちだね、茶髪みたいになるんだよね、結構明るめの。ブリチとそれの違いが分かんない。ブリチは色抜くんだよ、髪の色抜く、金髪みたいな。染めるのは普通色入れる逆、うん、ピンクも可愛いけどね。それ引くかな、わかんないな今はわかんないな。可愛いけどね、ピンク。
鬼滅ね全然見てないんだよね私。最後に見たのどれかわかんない、どのなんたらへんみたいなのあるじゃん。映画見たよ、映画見てその後見てないかも。その後もなんか鬼滅あれも見てないや。オブストオブゴストレイドクス。でもね結構見たけど、どこで見たか忘れちゃった。先見てな。見る時間なくて。あれいつクロックした？1年ぐらい前じゃない？クロックし始めたのは。それまでピンクやってて1年ぐらいピンクしてて、ピンク飽きてなんか暗くしようかなと思って、暗いのいいなと思って暗くちょっと暗くした。でもさピンクしてたから一気には暗くはなんなくって、ちょっとずつしかなんなかったけど、急になんか暗くしたくなって暗くした。でまたちょっとだけ明るくしたいなーって気分になって、この前美容院行った時にいつもよりちょっとだけ明るめで染めた、まあ、気分ですね。どうだって気にくい。いやね舞台中にもねちょっと暗くしたんだけど、うん、染まらなかった。その結構暗めにはピンクしてたから。そう何回かしないとやっぱ1回じゃ入んないから、その綺麗に地毛の色、地毛の色は無理だよ。染め1回染めたらもう全部根元をこう伸ばすしかない。染めずにずっと伸ばして切るしかない、染めた分を。めっちゃ大変ですよね、1年以上かかる。全然したくない髪色、なんかプリンっていうか色落ちした状態でずっといるの絶対嫌だよ。無理ですね、耐えれないです。急に金髪になる可能性今んところなさそうだけど来るから、急に金髪にしたいみたいな思う時わかんない。今まで金髪したいと思ったから。いや白とか可愛いけど、でもさ大変そうじゃん、維持維持ケアとか。うん、髪にかなりこだわり、私多分ない方だよこだわり。そんなこだわりある人はね、かなりこだわりある人はもっとこだわってるよ髪。いいシャンプー使ってみたいな、めっちゃケアしてみたいな、全然だからな。そんなない方だよ私だから。絶対にそこまでえシャンプーとかそんなこだわりない、なんでもいい本当。いいシャンプー使ってそう美容院とかでやってるシャンプー全然メリット使ってるよ今メリットミルト匂いが好きなんだよな。イチカミとか好き、うん、そこら辺使ってるの普通に市販のやつ売ってるやつ美容室のやつとか買ったことないって私買ったことないです。でも合わないシャンプーとかあったりするけどね、さすがにそれは使わないけど、今まで合わないシャンプー時々あったから、そうなんかお母さん買ってきたの使ってみたけど合わなかったみたいな、髪キシキシになっちゃうみたいな、そうするのはあれだけど、でもねほんとなんでもいいんだよな。ないシャンプーとかリンスとか本当にない。匂い今匂いで
選んでる好きな匂い。あときしまないとか。うん、ビューのやつ買ったことないですな。病院なんかシャンプーいいやつ全然使ってないですよ。そんなこだわりない方で私。入れられたね、もっとこだわってるって。同じ匂いだと同じ匂いって分かんなくない？分かんないよ、同じ匂いってもう鼻が慣れちゃうからさ分かんない。その匂いで自分わかんないでしょ。同じ自分と同じシャンプー使ってんのかなとかわかんない匂いだってもうさ自分それで鼻が慣れてるわけでしょ。わかんないでしょ。その匂い感じないと思う。同じだったとしても。一文字じゃない普通のなんかミントとか普通のやつ使ってるそれ普段使ってないですね。全然たまにつけるぐらい使わないです普段。メリットに私はメリットニュー好きだもん。メリット一紙とか好き。あんまなんかいろんな種類使ったことあるわけじゃないからあれですけどうん、これだけのニューが好き。9時23分か、早っ。最近が55分ね、読むの55分もうちょっと遅くてもいいのかな。57分ぐらいでいっかそんなランキングより5分もかからないでしょ。57分に読む。10時に終わるから全然いいや。アデノン酸の代わり、どういうの入浴かによらない。その好き嫌いじゃなんていうの、好き嫌いって違う、好みがあるじゃん。匂いの好み。明日はね、そんな早くじゃないよ。メルマニア、うん、いける。関西弁、何なんか今言った。西日本の方言なの、わかんない。なんか言った今なんか今全然無意識なんだけど、これやんって言った。普通に言うよ。西日本じゃない、関西ってより。いやね、九州の方言普通に似てるよ。関西のなんかこのめっちゃ似てるわけじゃないよ、もちろんなあれだけど、なんていうのかな、言い方とかその語尾の感じとか言う、なんていうの、西日本って感じじゃない。何何やんみたいな。わかんない。
通に言うけどな。わかんない、これが方言なのかもわかんない。何々、何々、なんて言うの、何々じゃんって言うの、何々やんって。わかんない。なんでやねん。それは関西弁だよ。それは言わない。それは関西弁。だって言うかですと、それは置いてはないんだよな。なんかさ、大分ってなんか他の九州で、九州の県で使う方言言わないんだよ。なんか大分だけ、大分と宮崎ちょっと違う感じ。なんか他の九州のさ方言とちょっと違う。似てない。私の感覚はそんな方言知らないから分かんないけど、あれだけど、福岡、福岡も博多弁ちょっとあれだけど、博多弁だけで言うやつとかもあるけど、福岡、佐賀、熊本、この3県がこう同じを使ったです。全然使わないよ、バッテンとは。まあ、言わないですね。よか言わない言わないですもう一度使わないですね。なんか九州全体とかで使う方言もあるけど、そう、でも福岡さ、熊本の方言も似てるイメージがある。イメージミスターとかさ、カレンちゃんとか方言似てる感じある。なるちゃんとか、その3人が言う方言全然使わなかったりする。なんていうの、あれだけど、そのなんか、そう、ぼって言わないよ。福岡佐賀嫌だかな。でもひ、え、佐賀、嫌だかな。おじちゃんおばあちゃんがね、言ってたんだけど、でもおじちゃんおばあちゃんは、あ、佐賀のね、おじちゃんおばあちゃんがいて、言ってたんだけど、おじちゃんおばあちゃんね、福岡に住んでた時期が長くって、佐賀の人なんだけど、なんか転勤とかでさ、福岡に住んでた時期が長くてね、なんか混ざってるって言ってたんだよね、福岡と佐賀の方言がだからそう、もう分かんない言ってたけど、そう、本当に佐賀で言うのかは知らないえ、最初何言ってるか分かんなかった、パッテンって。お父さんに聞いて、お父さんかなって言うんだ、なんかおじいちゃんかお父さんか誰かに聞いて、言わないからね、知らなかった意味え、ぶってんって何みたいな分かんなかった。何々ぶってんみたいな、何々だけどみたいな感じで使う方言なんだけど、一緒だった。聞いたもん。意味が分かんなくて。使わないです。じゃあか、バッテン分かんないの。熊本使うのかな。福岡とかじゃない。だからっていう、いやだからは違う。何々だけど。何々だけど何々みたいな感じ。え、なちょっと否定みたいな、分かる？なんか何々。なんか、まあ、私が使うわけじゃないから本当に合ってるか分かんないけど、なんとなくの感じ、イメージこんな感じ。ミサとカレンちゃんに言ったらちょっと違うって言われるかもだけど使わないから分かんない。
かないかな。カラーって言うしょ。バッテンお腹すいた。それはちょっとね、おかしいよ。それじゃ私バッテン使う件の人じゃないけど、その方言使う件ですよ。それはちょっと変だよ。ちょっとよ。その前の文章がないと。なんか変じゃない。いや、カラーはね使わないんだよな。ラじゃないんだよな。ルなんだよな。カル。わかんない。これ。これ方言だよね、多分ね。カロ、やっぱそうだよね。食力カロみたいな。食。うん。うん。見た目で好きですは好きですでしょ。ないですね。軽いじゃない。軽持つみたいな。力軽しょみたいな。ご飯をよそつぐ。ご飯をつぐ。つぐ。でもこれあれでしょ、結構地域によって違うよね。それなんか見たことあるよ。なんか見たことある。めっちゃ分かれるやつ。だよね、それ。なんか絆創膏なんて呼ぶかとかさ、なんかそういうやつでしょ。似たような。あとなんか何言うのかな。あとあれだ、なんか上履き、上靴、私ね、老いたは上靴って言うんだけど、上履きっていう。そういうやつでしょ。地域によって違う。回転焼きとかさ、あの今川焼き、回転焼き。そういうのでしょ。見たことあるわ。上履きって言わないんだよな。上靴なんだよな。置いた。置いた辺で吸いたよ。それは。それ福岡です。言わないですよ、みたいな。博多弁かな、それ。こいつ駅は芋が焼き？あれさ、地域によって呼び方違うじゃん。おやきって呼んだりとかさ。九州とか西日本回転焼きが多かったらさ、ちょ忘れちゃったけど、なんかさ、こう画像みたいなんで見たことある。なんか色分けされてて、この色の地域はこう呼んでてみたいな。うん、あと大分駅とか、そうなんか呼び方は違うやつ覚えた。九州回転焼きって。桜まんじゅう回転焼き、それ初めて聞いたわ。投票してよ。今日記憶がある。毎日投票してる。今のところ一回も忘れた日ないよ。一回もいい調子。長いんだな。怖いよ、いつか忘れそうで。一応どこ竹城まで35日か。あ、竹城だろ。
毎日投票スタンプ見よう。12までもやってるから毎日やってます。スタンプ、毎日投票スタンプ。画像が出ない。出ないのこれ。いいや。中間発表、次いつだっけ、28だっけ。次どこで見れるっけこれ。トップページ、あ、ここじゃない。投票28か。次サンリオプラス限定発表、え、いつだ。今日22でしょ。6日後。上がってるといいけどな。ちょっとでも会計書、会計書狙ってる。毎日投票するのが今回のあの三両キャラクター大使の目標。なんか去年とか何回か結構な日数忘れてたの、投票してなかったの。今回は投票するって決めてるから。去年はね、舞台の稽古期間中で結構忘れちゃったんだよな。気づいたらその日終わってて、12時過ぎてて、あっってなってた。いつもだから今回こそは毎日投票するつもりでいる。キティちゃん、キティちゃん入れてないよ。私私が応援してるの違うキャラだもん。キティちゃんも可愛いけど違うのよ。今回コイメンとモップくんなんで。なんでね、ちょっとキティちゃんには入れない。そう、モップくんもね、頑張ってるし、去年モップくん何だったっけ、一覧見たらわかるか。これが一覧、エントリーキャラ一覧。これがね、去年のエントリー順ってやつがさ、去年の順位なんだよね。ナンバー1番がシナモンで、2がポニク。去年の順位順になってるから、モップくん結構上の方だったんだよね。21位、去年。なんでモップくんってさ、マルモフ日和っていうやつなんだろうね。この名前モップくんで出ればいいのにな。謎、なんでなんだろう。マルモフ日和はね、これモップくん以外にもキャラクターがいて、それ全部含めてマルモフ日和なの。そのマルモフ日和の中のなんていうの、モップくんみたいな。伝わるかな。マルモフ日和、モップくんだけこんな感じ。不思議。そう、なんかキャラクターがいて、他にもマルモフ日和、なんかね、ちょっと待って、見て、他にもこれじゃないわ。充電がないです。どこ書いてたんだっけ、どこ見たっけ。
そう、なんかね、カニカマ、カニ、ぬいぐるみのお友達、かわいいな。カニカマ、ぬいぐるみのお友達が2人いる。カニカマと魚肉、カニのぬいぐるみと魚のぬいぐるみと、アジマル、マイペースのんびり屋さんのアザラシ、モップの近所に住んでいるお友達、近所にアザラシ住んでるの、すごい。アジマル、マシュ、無邪気なペンギンの赤ちゃん、かわいい。モップの近所に住んでいるお友達。これ全部でマルモフ日和のはず。マルモフ日和のモップくんなんだから。マルモフ日和って書いてあるけど、これこのキャラクターがマルモフ日和っていう名前じゃなくって、マルモフ日和のこのキャラはモップくん。ややこしい。ほらマルモフ日和。これがカニカマ、このカニが。上の魚が魚肉、オープンか、そのオフ日和のオープンか。そう、なんでか分かんないけどオープンくんだけなんかこんな感じなんだよ、オフ日和。キャラクターのさ、エントリーのところの名前もさ、マルモフ日和かっこモップって書いてあるの。モップかっこマルモフ日和じゃなくってマルモフ日和としてエントリーするか。そう、不思議な感じ。うん、かわいいでしょ、僕。ブランケット、お気に入りのブランケットいつもこうやってかぶってる。好きなんだよねこのキャラも。でも全然グッズ売ってないこのキャラ。なんかキャラクター大賞のグッズでさ、サンリオキャラクター大賞のグッズが毎年出るんだけど、始まったら投票が始まる時に出るんだけど、ネオプレートが出てて、モップくんので、可愛いなと思って買おうかなと思って見たら売り切れてたもん。小ぎれもモップくんも売り切れてた。オンラインショップ見たらなかった、モップくん。めっちゃ可愛かったのにもうなかった、見るのが遅かった。結構発売されてから経っちゃってるから、日にちが着付けできない。これくっついてる、縫われてる。モップくんも投票してる。毎日モップくんとコギメン投票してる。でもコギメンの方が多く投票したいから、チケットとかの投票は全部コギメンで、コギメンに入れてるけど。投票、毎日の投票はね、2人に入れてる。かわいい。なかった。なんとなくさ、いやなんか最初買わないつもりでいたんだけど、いやなんとなく買おうかなと思ってオンラインスター見たら売り切れ。結構売り切れてた、いろんなキャラ。うん、最初はそんなね、買わない話すまだったからさ、見てなくって、そう、なんとなくなんか可愛いなと思って、オンプくんどんな感じなんだろうと思ってさ見たの。売り切れてた。ショップ、お店に行ったら売ってる可能性、え、わかんない、どうだろう、あるかもしれないけど。最近行ってないんだよな、サンリオショップ行きたい。
くい？確かに最初パッと見さ、こうどう発音こう言うのか分かんなくない？コギミュンって。私もパッとなんていう、一番最初見た時分かんなかった。もうさすがに分かるけど。コヒュンコール違うんよ違うんよそれは いないんだよコヒュンは、それはもうコヒュンがいるところでしたよルンバちゃんも投票してるって言ってた。キャラクター大賞ウサハナに入れてるんだって。確かウサハナ可愛いよね。ウサハナはねちっちゃい頃好きだった。なんか部屋着でパジャマでジンベイ着てて、ちっちゃい頃ウサハナのジンベイ着てたそれ夏のパジャマちっちゃい頃ウサハナのジンベイみたいな着てた気がする。ジンベイかな、なんかわかんない、パジャマ着てた。とにかくパジャマの普通の部屋着っぽいやつかジンベイかなんかあって、うさはの花も可愛い。可愛いキャラいっぱいいるからね。モップくん、そう、モップくんインドア、そう、モップくんのキャラ紹介読むか可愛いから、プロフィール読むね。モップはいつもお気に入りのブランケットにくるまっている白クマの男の子。水族館で働くお姉さんの家に住むインドア派の家クマ家クマだよって。ブランケット行けず姿がもブランケット行けず姿がモップでお掃除 してるみたいだから、お姉さんがモップという名前をつけてくれたよって。かわいい、モップくんインドアかわいいでしょ。白飛びしちゃう、かわいい、かわいい、ほんとグッズ置いてほしい。なんでないの全然かわいいのに、めっちゃかわいい。モップくん、私の好きなキャラ、モップくんとコギミュン。全然グッズ売ってなくてさ、これもさ初めて見た、マスコットキーホルダー、この中のサンネグルのこういうキーホルダーのやつ、こうボールチェーンついてたみたいな、初めて見て、え、この時さコギメもあってね、コギメも買うか迷って、でもどっちか1個買おうと思って、1個だけにしとこうと思って、モップくん売ってるの本当に見ないからモップくん買っちゃった。コギメかな、コギミはね、他のなんかいろいろ持ってるから、初めて見たからね、ちょっとモップくん買った。全然ないんですよグッズが、モップくん可愛いのに。はい、不審じゃない、コギミが、でもコギミ一番投票してるから、キャラクター対象モップくん、モップくんはね毎日の投票の1票しか入れてない。コギミュンはチケットとか合言葉探しでたくさん入れてる。
え、違うんだよ、どっちか1個だけ買うって決めて、そんなにお金持って行ってなかったから、その時で、モップくんは全然見ないから、本当にグッズ売ってるのが、でこれ見たの本当に初めてで、こういうの売ってるの、いやこれは買わなきゃと思ってモップくんに買った。1票で、え、そう、1日1票しか入れないからね、1キャラクターにつき。そうだから毎日入れてるけど、毎日入れてるけど、僕は1日1票。小姫はね、今チケットが、投票チケットが15枚あるから、これ全部小姫に入れます。小姫なんです。ランキングちょっと上げたいんで、じゃあキャラクター対象10名とグッズで、グッズ出るっていうか、15位以内に入ったら、今年も多分あるとは思うんだけど、毎年あるから、あの当たりくじにのラインナップに入ることができるの、景品としている。そう、15位以内が、その当たりくじの景品で出るから、そう思ったね。でも21位だからね、前回もうちょっと上げないといけない。確か15位以内だったはず。そうなんですよ。おっぷく持ち歩いてはない。なんかこれさ、ぬいぐるみマスコットキーホルダー絶対に応募したくなくって、絶対に嫌で持ち歩かない。コイミョンとかもいっぱいあるけど、持ち歩かない。コイミョンとかさ、めっちゃ汚れそうじゃん、だって真っ白だしふわふわだし、ずっと汚れちゃうから持ち歩かないです。汚したくないんで、たとえ同じの2個持ってよ、汚したくないもん。だからもう絶対持ち歩かない。こういう白いからね、汚れが目立っちゃう。やだ、汚したくない。ほんやだ、モップくんのアクスタ売ってた。モップくんのアクスタなんてあんの。初知り。知らなかった。ハーモニーランドか、行ってないやな、さっき。アクスタね。え、そんなのある、知らなかった。全然グッズない。きっとこれから増えるはず。だってね、サニオピュールランド、ピュールハミーランドもあるかな、分かんないけど、モップくんのカチューシャ出たんだよ。カチューシャってさ、その全部のキャラクターがあるわけじゃないから、モップくんとコギメンが出て新しく販売されて、カチューシャだからね、きっと増えるはず、これから他のグッズも。増えてほしい。カチューシャ買わないと、今度行ったらモップくんとゴイメン、モップくんとゴイメン買う。クレジャー持ってないよ、モップくんもゴイメンも両方持ってない。だから今度行った時買わなきゃって思ってる。買わなきゃって、使命感、好きだから。コギメン一番ね、また出てほしい。でコギメンだけの一番くじをね出してほしい。え、でも去年はコギメンとマイメロとシナモン、これ3キャラクターだけの当たるくじが出て初めてで、そんななんか結構何キャラかいてとか、あと最優キャラクター大賞の当たりくじで、その順位が9位とか15位とかで、で当たりくじ、それで当たりくじに入ってたことはあったけど、でも最優キャラクター大賞の当たりくじってさ、そんないろんな賞でコギメンがいるわけじゃないから、
1個のショーとかでしかいないわけよ。1種類1、2種類ぐらいしかコギミョンが。そうだから全然当たんないんですよねコギミョン。で、なんだっけ、他の何キャラかいるやつとかもさ少ないじゃん、コギミョンのショーが。何キャラかいるから。で、去年はやっと3キャラクターだけのやつ、確率が3分の1の全然当てれなかったけど、ちょっとしか当たんなかったけど、コギミョンとシナモンとマイメロの。そうで、次はコギミョンだけのが出てほしいね。コギミョンだけの当てるくじ出てほしい、やってほしい。それ絶対引く、いっぱい引く。いっぱい引く、そんなの悪いすぎるから。やってくんないかな。そう、モンプクもあげたいんだよね、当たりくじ。モンプクも入ってほしい。あ、57分ありがとう。じゃあランキングこういうのだけのくじでもフルコンプすると、え、確かに絶対大変、絶対大変そう。みぞちゃんがさ、くろみちゃん好きじゃん、くろみちゃんの当たりくじとか結構コンプするぐらいの意見で、なんか結構買ったりしてたりしてるの見てすごいなと思ってた。ガチ勢だから、あの方。ランキング読みますね。ランキング13位からランキング読みます。13位、トシビビアットマーク、許可タムズさんありがとうございます。12位、ジジさんありがとうございます。11位、ごめん先生さんありがとうございます。10位、カラワサコルさんありがとうございます。9位、猫舌監督さんありがとうございます。8位、バトニーさんありがとうございます。7位、マサムネさんありがとうございます。6位、マルさんありがとうございます。5位、ヒンメルさんありがとうございます。4位、ニャンホソさんありがとうございます。3位、フロマンさんありがとうございます。2位、ラボーナさんありがとうございます。そして1位がヒューグナッツアットマーク、キョガタムズさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。明日の配信、明日もしかしたらレッスン遅くなりそうだからな、終わる時間予定通りに終わるか微妙な気がするから、お昼前ぐらいにやろうかな、お昼か。お昼前そのぐらいでやろうかな、ね、夜なんかねちょっと分かんないからな、時間通りにあるか微妙なんで、お昼かお昼前ぐらいにやろうかな明日は。何時、12時とか11時とかそこら辺かな。そこら辺でやろうかな、そんぐらいですかね。あと23時からはやんないです、配信。今日これどういいかな、あ、やばい10時だ。ちょっとメール送ってくる、まだ打ってないから、ちょっと無事打たないと。じゃあそろそろメール送らなきゃだから、じゃあありがとうございました。また明日の配信で、明日多分お昼かお昼前ぐらいですか。じゃあありがとうございました、またね、また明日、おやすみなさーい、バイバーイ、ありがとうございました、またね、おやすみ。